終わりました。今から積み込んでね、行きたいと思います。今日よろしくお願いします。雲なくなったな。めっちゃいい感じや。しゃ、じゃあついていきます。今日今から行くところはですね、林くんが行きつけの、キャンプ場ですね、無料なんかな確か、そこにね向かいたいなと思っております。いやー、ほんまに晴れてよかったですね。なかなかの山岳地帯ってこれ。マジ向こうから車来たらすれ違いやん。おお、すれ違いやんのちゃうかな。やっぱ。ちょっとマジえぐい。今対向車来てんすけど。すれ違われへんなって言ってたとこ。今林くん先頭走ってくれてるんですけど、まさかの対向車が来て、しかも2台。マジ対向車嫌。着いたっぽいな。え？マイク。マイク。これマイク。やばい。こいつこんな太いのあんの。そう。はい。積み込んで。積み込むんじゃないな。先行っちゃった。よいしょ。じゃあね。頑張ってこれ持っていきます。はい、今からねテント立てていきたいなと思います。もう札幌黒ラベル空いてます。目指せ15分、頑張ります。今回はね、なんとか30分で立てることができましたと。成長しました。まあ、ちょっともろもろ準備したりしてまったりしようと思います。
ですけど、マジタープだけとかすごいな。あ、すげえ。こういうやつ。コット、うん。いいな。絶対寝やすいやん、それ。うん、これで寝始めたら地べたなんかで寝てられる。ラーメンじゃん。今からね、ちょっと散策の方してきます。はい、今ね、林くんに教えてもらって、上の方にダムがあるということで今来てみたんですが、超絶景。すごくないですか。めっちゃ綺麗。これ超綺麗。まあもうちょっとこの辺撮影してね、また、テントに戻りたいと思います。はい、今からホットサンドを作っていきたいなと思います。大使館の上に始まっております。林くんが食えたホットサンド。無事は見たか。めっちゃうまい。むしろは見たか。これ何、肉まんやったっけ。ホット肉まん。ホット肉まん超うまい。うまい。これぐらいは
colorblind for all my life, and they kept painting rainbows. I'm colorblind, it's black and white. It seems it will remain. And you've been colorblind for all your life. It's scared to even say so. We're colorblind, it's black and white. It seems it will remain so.滑んな。消費量を何時間あの充電できるかっていうのを。はい、じゃあちょっと日も暮れてきたのでそろそろご飯の準備します。本日の料理はミネステローネ。何やろこれ。美味しそうではないな。ミネステローネを作っていきたいと思います私。では。剥いていきます。はい、切っていきます。ビューラーピーラーではない、ピーラーピーラーピーラーよいしょ。洗ってないけどいいよな。どうぞご自由に。人参も燃料や。燃料？問題したいんじゃん。皮。ああ、そういうこと、うん、水分あるけど。まあ燃えるでしょ。こうなら。林くんとこがやぼやぼやぼぼや燃えた。入る場所を作った。うん。ここ寒だったらあっち行ってあったかいっていうその場所を作大体 何日ぐらいかけて動画作ってたっす、編集。編集ものによる。早いのとかやったら、うん、1日2日でやるけど、なんかあの九州のやつとかは、うん、1個に3日かけてみたいな、うん、やったりとか、うん、感じかな。俺でもなんかああいう撮影技術ってそんなないから、うん、ただつなげてで微妙なとこ切ってるだけやから、あ、そうそう、いわゆるあのシーンの切り替わりのトランジションっていうのを、はいはい、俺はあのあんまりせえへんからそこまで大変ではないんやけど、でもやっぱり意図的にやってない。トランジションはトランジション意図的にやってない、自分でのその、うん、撮影のやり方で
トランジションっていうのできへんくて、最近はあの今使ってるアプリのトランジション機能でやったりして、まあ、たまに自分で意図的にやったりとかもするけど、うまくいけへんかったりするから、まあ、それはもうボツにしてみたいな。Vlog 系はなんか結構割とあれないけど、自分の T シャツの PV 撮った時とかは、no. まあまあでも あっちの方が逆に俺向いてるかもしれんけど、宣伝するっていう明確な目的があるから、うん、あとはなんかあの Vlog 系ってなんか自分喋ったりするやん、うん、まあ今もこんなやって喋って後ろに撮ってるけど、ほんまや、うん、両方カメラ生きてるからね、うんそう、こういうのって結構俺多分得意ではないんやと思うでも撮っちゃう、でも撮っちゃう、やっぱりね、あの自分の好きなそのビデオグラファーの、うん、ビート内藤さんっていう人とノリ後藤さんっていう人がいて、うん、やっぱなんかああいうの見てたら憧れるなと思って、あの人たちの動画を見ると、まあ目標にできる人を多いんやったらそれはあるよね、うん、明確だからね、うん、キャンプ行ってあげんと、よいしょ、もうへばりついてしゃあないベーコン切ったらしまいですわ。果たしてうまくいくのかというところで、林くんはエビシューマイを、エビシューマイを揚げております。揚げシューマイ、今から本格的にキャンプって感じです。ういええ感じだなじゃじゃーん、ちょっとうまそうちゃうこれ。来ましたで。うまそうやな。はい、今無事ね完成しましたよ。ミネステローネ。これはやばい。これはやばいで。汁入れた？入れたよ。いただきます。ぜひご賞味ください。あ、うまいね。うまい。うん、よかった。よかった。ああマジで6時前やん、まだね、夜はこれからやな。林くんのあげてくれたシューマイ、いやだいぶ経ってるじゃんいややっぱうまいな、このシューマイも、ね、うん、いいやん、よし、湯気で見えんけど、うん、いただきます。あくっ、ああ、あったまる、うまい、
これにして正解。すげえ本格的やな。土産物やからな。なあ、今それは唐揚げ？唐揚げ。おお、やば。いってるよ。林くんの揚げ物第2弾唐揚げ。これはうまいぞ。ああ、素敵です。うまっ、最高。夜も深まってまいりました。この日が消えたら僕は寝たいと思います。明日は帰りは一人か。頑張るわ。おはようございます。外は結露だらけでございます。寒い。林くんが7時にはここを出るので、もう片付けに入っております。はい、全部無事片付けも終わって、今から帰りたいなと思います。帰ってテント干したりします。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとインスタとツイッターやってますんで、そちらもぜひフォローのフォローよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いできましょう。さよなら。Yeah.